JR 北海道では函館線の長万部倶知安間などを午後4時半ごろから運転見合わせにするのを皮切りに、道内各方面の路線でも最終列車を繰り上げます。これに伴い札幌旭川間や札幌釧路間など各方面の特急列車18本を含む146本が運休します。また札幌圏については札幌駅を午後8時以降に発着するほぼすべての列車が運休となります。これに伴い快速エアポートの最終列車は札幌発が午後8時4分の新千歳空港行きなどとなります。 JR 北海道はホームページなどで最新の運行状況を確認してほしいと呼びかけています。